ムンジェイン韓国大統領の国政支持率の 40% 台がついに崩れた。チョグク前法相関連事態により昨年10月に一時 40% を下回って以降、10ヶ月ぶりに再び 30% 台へと下落した。韓国世論調査企業韓国ギャラップが去る11日から13日まで、韓国の19歳以上の成人1001人を対象にムン大統領の国政遂行についての質問をした結果によると、肯定評価は前週より 5% 下落の 39% を記録したと、今日伝えられた。否定評価は前週より 7% 上昇の 53% となり、8% は意見を留保した。今回の結果により、肯定否定評価の差は 14% も広がった。肯定評価は就任以降の最低値、否定評価は最高値を記録し、チョ前法相辞職時にあたる昨年10月3週目と同じ数値となっている。